右 SS にいきなり守備機会が来た。危ない危ない、シュート2塁からいる。これあぶねー。よし、ということで今回はですね、ミエちゃん使っていきますよ。ミエちゃん私大好きになっちゃいました。この前なんか守備でエラーかなんかして、そこでインスタライブしたんですよね、その日に。で、去年優勝した時ね、成績に見合った暴れ方してくださいとどんでんに言われてたんで、ということで今回はね、まあ今私このテンションで喋ってるんですけども、まあこのミエちゃんの成績、今日の成績によってね、私の実況のテンションを変えていこうと思います。いやーねー、でミエちゃん弾道4のプリパワー B なんでね、普通にめちゃくちゃ強いっていうバッターでございます。あー、これはちょっとテンション下がりますっていうことですね。テルいったー、ライトスタンド OK、 レフトミエちゃん OK、 ミエちゃんミエちゃん三塁行かれてるよ。意外と肩は強いけど三塁セーフ。ちょっと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 大丈夫大丈夫、もう OK、 ショートの前ですが、木並みはもうダメだ。木並みやっぱりね、実況者としてテンション上げていかないといけないんでね、やっぱり打っていかないとね、このマージャン崩壊してしまいますよと。チェンジアップよく見た、もうちょっとテンション上がってしまった。まあ今のは成績いいですね。まあ甘くいったストレート、レフトへの当たりは引っ張り警戒している近藤健介、超えないか。ちょっともう不調も引いてしまったんですが、録画ボタンを押し忘れておりました。ですのでさっきのですけどね、第3打席凡退だったんですけど、まともにもう今喋れない状況になっていると。成績に合った暴れ方なんでね、セラブ打って三遊間のあたりはサード村上、あ、これも俺今日喋っていいのかな。お、奥側狩り、奥側狩り、右中間打球入ってしまいました。さあチャンスの対左の不調なんで、もうミートが豆粒ですね。さあチャンスEと対左E持ってるんでね、でしかも調子極端も持ってるんで、これもう豆ですね本当に。まっすぐ来てほしいな。おいおい、さあフォアボールでもいいから一回ちょっと暴れ方を。おわ来たー、フォアボール暴れるぜ。おら暴れたるで、近本ショートへのゴロはピッチャーが取って、セカンドフォースアウト、一塁もアウト、ダブルプレー。いったでしょ、いったでしょ、左中間カチューン系統破壊、ヒート原来た、逆方向これが中弾道ですよ。おー、これもいい当たり、いい当たり。バッター誰か分からない、中野ですね。中野が右中間切り裂いていった、一塁決定、二塁へ一気に繋がった。テンションも爆上げ、甘く来たー、あいったー。赤ちゃん、はい、お待たせしました。さあテンションもね、だいぶニュートラルに近くなりました。2試合目3試合目やっていきます。やっぱ一発は打たんとね、このこういうバッターで一発打てないようなね人はパープル実況者名乗りませんから。さあ 3-2 です。ここはもうストライクに来ると信じて何でも振る、振っていたー、これがミエちゃんなんです。確定ホームラン、もうテンション爆上げ、フィーバー入りました。これてるちゃんフィーバー、うライト方向、ライト方向、ライト方向、打球伸びて超えた、ナイスバッティング。ライトへの当たりは大きな当たりだ、打球伸びて風に押し戻されますが、超えていた、ナイスバッティング、二塁へ行きます。さあもうホームラン後なんで、もう爆裂のテンションでやっていきます。みえちゃん第2打席、もうプルヒもう一回していくよ、プルレフトへのフライバー、大きな当たりだ。さあウォーカーということは、これ行っても面白いということです。ウォーカー佐藤、にゃーバック、アーチスト梅野来た、アーチスト梅野、アーチスト梅野、ナイスバッティング。繋いだらミエちゃんのプレッシャーがえぐい、えぐい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 、繋いだらミエ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 、ミエちゃん回ってきた、ストップストップストップ、よし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 。さあラスト出す気にしよう、ここでテンションぶち上げか、テンションぶち下げで終わるか。成績に合った暴れ方、ナイスボール、集中、バックボール行ったぞ、高く上がって高く上がって、レフト追いかけても追いつかない、超えた、あなたは暴れてよろしい、ビエちゃんさよなら暴れてる暴れてる、やったー。つうわけで今回はミエちゃんは結論暴れていいということですでぜひ皆さんも普通に強いんでね、校長とかの時使ってみてください。ほらもうヒーロー暴れまくってる、通訳いないけど、いやー頑張ってますということで、このビレッシャーありがとうございました。